そうじゃないでしょ、メディックでもないでしょ。まあ、治験だってさ、何回もキラーに接されて、それでもがき終わらないやつ、もがかないで接してる時いる。相当性格悪いんだって。そんな、あれじゃなかったら、ステルスゲームなんですけど、ステルス始めて動いてたら必ずレイスと出くわすんです。いやー、こいつわざとやってんだろう。なんでスキルチェックも無理なの。なんでこんなに対応できないの？だからさ、もう、運営に言うけど、運営はレイスと戦って対応できるんでしょ？すごいね。もうなんかもう、本当にあげれないよ。もう俺、次のゲーム入るか。すぐ1になればいけるけど、迷子でやってるけど、迷子でやってる。トラは救助が遅いし、困ったら終わりだし、まあ、そんなに見せよ。困ったら終わりだし、たまっ、こう大事にしたいから、ただ発動して倒せばいい。そこが大事で、使えなくなればなるほど負ける。発動して倒せばいい。でもダサい配信者は見なくていい。ダサいね。人を生かして人を勝たせるって感じです。
狙われてないだけでしょ。レジェンド ナンバーワンプレイヤーの力、あの救助、
ヒロちゃん、デタマライスーパースーパースターナンバープレイヤーナンバーワンプレイヤーだよ。8代目、そしてあの救助。絶対絶命の状況でこのチームに欠けてたのは救助だから分かってる。このチームの弱点を抱えてたから、俺が行かなきゃ無理だったら分かってた。だから危険地帯でも行った。勝負センスの塊、こいつは頼りになるのはやっぱりヒロちゃん。女性が惚れるプレイヤー、ナンバープレイヤー、誰が見ても分かる。フィッサー、このゲームをものにできる。惚れてんじゃねえぞ、ケイト。俺に言え、ナンバープレイヤーがいるって。ネアも惚れてんじゃねえぞ。お三の二人に言うよ。このチームものにした力は、ナンバープレイヤー俺がいるから。うわぁ、海も、お三さんにしよう。ナンバーワンプレイヤー、ヒロちゃんに。じゃあ、何でね。終わったぞ。撃てんじゃねえぞ。ベイト、ネア、ユミ、多分三人衆。リタとかテーブルからすると年上のてんてんてんって言われるかもしれないけど、俺たちおっさんたちはついてるぜ。くれてありがとう。もうお世話になってます。ケイト、ネア、メンミ、君たちのおかげで私たち頑張れてるからね。頑張って使ってくれ。これからも若いね、若い人たちだけじゃないから。後ろ、この新サバイバーはちょっと見ててんだから。後ろ、この新サバイバーはあれだよ。ヒロちゃん、ナンバープレイヤー、ナンバーワンの誇りだよ。知らねえなら、あのピンチを、ピンチの目をつんでいって、の目をつんでいったあの姿で、最後の勝負どころにヒロちゃん、8代目の回し、ゲート脇すら俺があそこに、の目がピンチの中にあるんだよ。ピンチのピンチ、あ、台風の目と同じだよ。台風にビビってそこの中に実は入ったら一番安全だったってことだ。そこに行かなきゃいけなかった。そこの中に行くのも大事だよ。でもそこに行かなければ安全地帯が生まれる。逆転への、逆転へのの流れるような気分から、で回しとしてゲットウェイ。でね、ヒロちゃんです。ナンバープレイヤー、ナンバープレイヤーの意地だ。勝ったのはやっぱりヒロちゃん。なんだけど俺もあるだと思う。勝ってみな。もうこなしたよ。